はい、タコです、今回はですね、クライアントたちの成果報告がすごすぎてという話なんですけど、まあ、私この話はですね、インスタグラムですね。私はインスタグラムのアカウントを持っていて、ぜひね、インスタやってる方はフォローしていただけたらと思いますけれども、そっちの方ではね、ちょっと YouTube とはまた違った角度の発信をさせていただいたりしてます。で、まあ、そのインスタでもね、これは公開させていただいたんですけど、まあ最近ですね、本当にクライアントさんたちからの、まあ、成果報告っていうのがすごくてですね、まあ私自身もすごく嬉しく思うと同時にですね、ちょっとその量にびっくりしているという感じなんですよね。まあもちろんその物販の方で成果が出ましたっていう方、まあ過去最高の利益が出ましたと。ね、このなんとかウイルスの世の中がね、不景気って言って、どんどん景気がね、落ちていってるという中で、成果が最高益出ましたとか、まああとは本当にやりたいことが見つかって、そっちをやり出したら、売上がかなり伸びましたとか、コーチングの方では、お金のメンタルブロックが外れましたとかですね。細かいことを言うともうたくさんあるんですけれども、まあ、とにかく最近そういったことが続いていて、まあ、私も本当にね、自分の士気が高まっているというような状況になってます。もう本当にそういう報告がね、たくさん増えると、私自身も相当ね、まあ、元気をもらうというか、まあ、本当にやりがいがあるというか、やっててよかったなっていうふうに思っているんですね。まあ本当に勇気を持って決断して私のところに来ていただいて、もう本当に感謝しかないですということですね。で、クライアントさんたちも、まあ実際に私のコンサルを受けていただいて、まあコンサル前とコンサル後とでは、やっぱり生活感もガラッと変わったりとかですね、まあお金の使い方も全然変わってきたり、お金の知識がついてきたりとかですね、どんなことに時間を使ったらいいのかっていうことがですね、どんどんこう、変わっていって、本当に、コンサル前とは別人のようにね、成長されている方が本当に多いです。で、やっぱり一瞬の決断ですよね。まあ本当にこれ、飛び込もうかな、飛び込まないかなっていうふうにね、迷われたという時間があると思うんですけど、その一瞬の決断が、やっぱりその後の人生に大きな変化を与えていく。で、人生を変えるのなんて、ほんの一瞬の勇気と、ほんの一瞬の決断、これをもう繰り返していくだけなんですよね。で、これを覚えてしまえば、もう人生の攻略っていうのは本当に楽勝になってきます。まあもちろんね、選んだことが全てね、自分の思い通りに行くかっていうと、そんなことはないんですけれども、ただ、それを恐れて何も行動しない。まあ要するに、ピストルを持ってね、本当は撃たなきゃいけないんだけど、ね、的を狙って、全然ね、的に対して、引き金を引かない。で、結局何も変わらないっていう人生にするのか、ね、とりあえず撃ってみると、あ、ここかなって思うところで引き金引いてみるんですよね。そうすると最初は的外れるかもしれないんですけど、だんだんその精度っていうのが上がっていって、最終的には的を得られるようになってくるわけなんですよね。ですから、その最初から一発一中で的に当てようとする無意識が働いているから、あ、これやってみようかな、やりたいかなって思った時に引き金を引くことができない。要は決断することができないわけで、それをやってるうちはね、結局、じゃあ、迷ってやらない。で、選んでいくものっていうのは、結局自分が今安心安定の領域で、今でもすぐできるようなことばかりを選んでいると。まあ、この話は結構最近ずっとしてるんですけれども、まあ、やっぱりお金がかかるからとか、時間がないからとか、ね、もう年齢的に遅いからとか、まあ、いろんなやらなくていい理由を見つけては、今の自分で本当にストレスがかからない、なるべくリスクが少ないようなものばかりをね、選んで手をつけると。そして時間を使い、そこにもお金を使ってるわけなんですけど、ずっとそういうことを繰り返し続けて、まあ要はレベルが同じようなことをずっと続けてですね。で、結局やっぱり人生が変わらないというようなことになっていたりするわけですよね。まあ一応やってはいると、ね、やってはいるんですよ。やってる気にはなってるんだけれども、ただそれっていうのは今の自分でも本当に楽にできるよねと。まあ別に負荷もかからず、そんなストレスもなくできることだよねっていうことなんですよね。まあそういうことに手を出し続けて、結局時間とお金も使ってるわけなんで、結果的に成長がないと。これじゃ本当に時間とお金の無駄になってしまうということなんですよね。まあ、こうやって時間とお金を無駄にし続けるぐらいだったら、もうドカッと思い切った決断をするというのはすごく大事だなっていうふうに思ってます。まあ、私もずっとね、やっぱりノウハウコレクターみたいな時期があったわけなんですけど、結局、ちょびちょびお金と時間を使っていろいろ試すんですけど、だけど自分にね、降りかかってくるインパクトっていうのは小さいので、やっぱり継続ができないとか、ね。やっぱりこう、成功するっていうふうにね、ビジネスでやっぱりある程度の実績を出すっていう場合は、継続っていうのは絶対必須なんですけど、やっぱり続かないわけですよね。
なぜかというと、リスクが小さいからです。自分にかかっている負荷が少ないから、まあ別にこれやめてもいいよねっていう無意識が働いちゃうんですよね。まあライザップなんかがいい例です。よく私はライザップの例を出しますけど、まあ例えば無料の動画を見て、筋トレの動画、もうノウハウ、もうたくさん出てますよね。で、YouTube を見ればもうライザップ通うことないっていうぐらい、もう YouTube だけでも鍛えるノウハウとかね、方法っていうのは出てるわけですよ。だけど、なんでライザップっていうのが存在するのかっていうことですよね。あれだけ、まあ2ヶ月で30万とか40万とかね、パーソナルトレーニングで、まあある程度高額なお金っていうのをね、支払って、それでも行くっていう人がいるっていうのは、やっぱり続かないからなんですよ。結局ノウハウとかやり方っていうのは無料で出てるんですけど、だけど自分一人じゃできないし、まあやったとしても続かないから、結局大きなお金を払って自分に負荷をかけて本気度っていうのをね、自分の無意識に叩き込んで、それで継続するから結果が出るっていう法則なんですよね。だからちょび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 、まあ自分の手の届く範囲でお金を使って、まああんまりこう自分の負担がかからないようなことにお金を使い、そして時間も使っていくわけですからね、結局お金を使って取り組むわけですから時間も使うわけなんですけど、結局途中で投げ出しちゃう。まあこれ別にね、やめてもたった数万円のノウハウだし、まあ別に今やめてもそんなに痛くないよねっていう感覚になってしまうんですよね。これをね、10回続けたらいくらになりますかっていうことなんですよ。ね、5回10回続けたらそれこそまとまったお金になるし、まとまった時間になりますよねっていうことなんですよね。だったらもう本当にライズアップにドカッと一気にお金を払って短期集中で、もう3ヶ月とか4ヶ月とかで一気に結果を出した方がね、いつも私は言ってますけど、時間とお金比較したら圧倒的に時間の方が価値が高いわけですよね。だから最短最速で結果を出すっていうことがどれだけすごい重要なことなのかっていうことなんですよね。なので、そこを理解していると、やっぱりそのね、決断が迫られた時ですよね。あ、これやってみたい。あ、でもちょっとな、時間がな、お金がなってなった時に、いや、そうじゃないと。ね、これは短期決戦でやるために、自分に負荷をかけるために、ここはもう行くんだと、引き金を引くんだという決断ができるようになるわけなんですね。この法則ですよね。これがまず第一歩というところなんですけれども、やっぱりこの第一歩が、99% の人が怖くて、どうしても自分の安心安定領域のものに手を出していく。そして時間っていうのはどんどん過ぎていくし、ちょびちょびお金を使ってれば結局まとまったお金になっているって感じなんですよ。まあよくね、アプリで、まあ、課金してる方、まあ僕も昔はね、アプリに課金したりとかしていたんですけど、毎月毎月5万とかね、もう下手すると10万とか課金していったら、もう半年で100万とか余裕でいっちゃったりするわけですよね。そういうことを考えればですね、自分の人生の成功とか、自分の人生を好転させていくとか、ビジネスである程度の結果を出すっていうことにね、一気に、大きなお金を払うっていうことそのものですよね、これ自体全く大したことないなっていうふうに私は気づき出したわけですよね。結局なんだかんだ言ってお金使ってるわけですよ。ね、でもその使いどころが間違えてるから、やっぱりずっとお金が手に入らないままだし、使いどころが上手い人だけがやっぱりお金を手に入れていくことができるっていうことになるわけなんですよね。まあ、要は時間とお金の使い方が上手いか下手かで貧乏かお金持ちかの差ができてくるっていうことなわけです。なので、意外とその例えばね、ライザップに関してもね、ちょっと高いなっていうふうに思うかもしれないですけど、実際はめちゃくちゃコスパが良くてね、ダイエットはずっとできなくてもう10年も悩んでいて、いろんなダイエット器具買ったりとかプロテインとか買ったりとかね、それこそ時間をね、長い間費やしても全然変わりませんっていう結果を出すぐらいだったら、一気に30万とか40万とかポーンと払って3ヶ月で結果出した方が全然いいですよねっていう話なんですよ。悩んでるその10年間とか、まあ5年でも1年でもいいですけど、その期間って無駄ですよねっていう話なんですよね。そこで一気に3ヶ月とか4ヶ月で結果を出してしまったら、次の悩みっていうのが出てくるわけですよ。今まで悩んでたことから解放されて、次にじゃあ新しいね、悩みというか目標というか、そういったものが見えてきて、そっちに時間を使うことができるわけだし、そっちにお金を使うことができるようになるわけですよね。ですから人生っていうのは本当にスピード勝負なので、もう本当に命がいつまでもあるっていう錯覚をね、どうしても私たちは持ってしまうんですけれども、もう私も若い時はね、そういう錯覚に陥ってました。若いから別にまだね、この後の人生何十年あるっていうふうに思ってましたけど、だん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 年を取るごとに、ああもう人生半分来たなとかね、ああもうこれでもう半分なんだなと、残り半分これしかないんだなと、
で、自分の体力とかですよね、を考えた時にですよ、今が一番体力があるし、今が一番元気だし、今が一番決断できるし、今が一番無茶できるんですよ。だん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 体力も衰えて、やる気もなくなり、人生に諦めて、どん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 ね、決断が遅くなればなるほど、自分の人生を変えるということに対しての諦めっていうのが出てくるわけですよね。そうなる前にもう素早く決断して行動していくっていうのはものすごい大事だと思います、うん、なのでもう本当にね、どっとね大きなものに挑戦する、もう自分がちょっと負荷がかかるな、これちょっときついかもなっていう思うようなことにもう思い切ってチャレンジしてみるってことはものすごい大事だと思いますし、まあ、その方がね人生がガラッと変わるし、長い目で見て確実に安上がりなんですよね。で、思い切ってね今までしたことないような大きな決断をしてみればいいんですよ。要はそれができるかできないか、これが人生の分かれ道っていうことです。まあ、恐れて決断しないままにして、今の自分でも楽に取り組めることばかりに取り組み続けても意味がない。まあ意味がないとまでは言わないですけど、まあ、人生は変わらないっていうことなので、もう本当にね、人生っていうのは時間との勝負です。あっという間に人は死にます。ね、昨日と同じ今日が続くかと思ったら大間違いですよね。もうこの世に生まれて、最大限にできることっていうのは、ね、考えることじゃないんですよ。体験することなんですよね。体験することがもうこの世に生まれた目的でもあるわけです。この世に肉体っていうものをもらって体験するという機会を与えられたのはここの今世にいる時だけなんですよ。もう死んじゃったらいくらでも考えたりとかね、まあ、もし魂っていう存在になってね、体から何かが抜けていってっていうことがあるんだったら、その時にいくらでも考えたり思考したりすることってできるわけですよ。でも肉体を持って体験したりとかっていうことは、この世に生まれてこの本当に人生80年100年の間しか体験することってのはできないわけですよね。なので私は本当にこの世に生まれて体験できること、可能性があるものっていうのは全て体験し尽くして死にたいっていうふうに思ってます。まあ、そのためにはね、まあ、少々リスクはまあ承知の上だと、もうガンガン前に進んでいきますっていうことですね。もうストレスなんかかけて当たり前だし、負荷なんてウェルカムだっていうことなんですよ。まあ、その受けたストレスとか負荷が結局大きければ大きいほど素晴らしい大きな、ね、体験っていうのができるわけです、ね、受けるストレスが小さければ受け取るものも小さいんですよ。この法則をもうよく負に落とすべきだし、まあ、多くの人がやってるのが小さなストレスで大きなリターンを期待するから挫折したりとか、なんでこんなに人生変わらないんだろうっていう悩みでずっと悩み続けるんですね。行動する人っていうのはこういう悩みってないんですよ、ね、要は小さなリスクで大きなリターンを求める人ほどなんで人生変わらないんだっていう悩みにとらわれ続けるんですね。でも行動する人っていうのはそんな悩み持たないです。行動すれば変わるって分かってるからです。大きなリスクを取れば大きなリターンが返ってくるって分かってるから、そこで悩まないんですよね。だからこの悩みのステージを1分でも1秒でも早く、なんで自分の人生変わらないんだっていう悩みからすぐに抜け出して、ああなるほど、自分は負荷が小さいからなんだ、じゃあより大きな負荷を自分に与えていけば大きなものが得られるんだっていうことに気づいて、どん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 自分のね考え方を変え、行動を変えていけば人生なんて簡単に変わるので、なのでね、常にね、人はね成長したいっていう本能があります。この本能に従って素直に生きていくのか、まあ、いつまでも怯えて何もせずに願望を叶えずに死ぬのか、これは二つに一つなんですけれども、まあ、これからもですね、まあ、今回私もね、クライアントさんたちに、まあ、いろいろな刺激をいただいてですね、私自身もやっぱりこうね、さらに上を目指そうというふうにやっぱり思いましたし、まあ、これからもですね、こういった話をですね、ガンガンお伝えしてい、きたいなというふうに思っています。私自身も常に前に進みたいと思ってますので、これからも引き続きよろしくお願いしますということでですね、今回ご報告いただいた皆様本当にありがとうございましたということで、今回の音声は以上となります。はい、今回の動画は以上になります。あなたにですね、少しでも良い気づきになったということであれば、ぜひグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もお待ちしております。で、動画の下にですね、公式 LINE の登録フォームありまして、こちらご登録いただくと、新着動画漏れなく見ていただけますので、ぜひ、お友達登録してみてください。はい、それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。感謝いたします。